それが冬になりまして、4月21日、22日にですね、韓国で公演を行います。ネトウヨ、こういう韓国が嫌いなネトウヨとかはですね、バカサ加減とかっていうですね、向こうに伝えることによって、まあその、まあ、やっぱり日本中の人がああいう風にやってて韓国に対してどうこう言ってるという風に思われると、僕はやっぱ告知やと酷辱やと思っておりまして、でまあ実際はこういう風にコメディになったりとかってやって、ああいう本当に過激なことを言ってるのは一部の人ですよということを、向こうに韓国に伝えたいと思ってます。それは韓国の人たちがなぜ呼んでくれたかっていうと、それもじゃあ実際に反日デモとか言って日の丸を燃やすとこまでやってるような人は一部だよっていうことをちゃんと日本には伝えたいっていうふうに向こうの人たちも言ってくれたからこそ、相互でそういうことをし合いたいというふうにすごい真面目ですね思っているのでですね、それを支援したいという人はこういうふうに、ページがあります。1000円から50万円まで支援ができます。クラウドファンディングっていうのは単なる募金じゃなくて、必ず、いくらかやったら、こういうふうなリターンとかあります。3万円でですね、これすごいですよ。これが目玉です。アフタートークができる権利っていうのが通常アフタートークってのはギャラを払って来てもらうんですけども、アフタートークしたい人を金を払ってしろって、もしこれを作品を見てふざけんな、もうこんなの物申してやるっていうネット欲の方がいらっしゃいましたら、ぜひ3万円を払っていただいたら登壇できると。桜井先生とかぜひね、買っていただいて、もうこの放送が終わったらもうすぐ買っていただければと思っております。ぜひともクラウドファンディングよろしくお願いいたします。